アーカイブは凝ってた。もう疲れた俺。明日にかけようや。もうこうなったら、あとは野となれ山となれ。何点？87点ぐらいかな。カンヌスとか、うん、今日は疲れた俺も。割と満足だって、何もなしに5万とか負けようやで。そう考えたら1500円でこんだけやらさせてもらったらありがとうございましたなんじゃないでしょうかって。何も成し遂げられんかった俺からしたら、そうじゃろうって。勝った跳ね返るよ。くぅ、金銭感覚おかしいで。そんなことないで。1500円でゲーム買うんと、じゃあ他に何買うんだろう。1500円で たっくりクリアできるゲームがいいそれな。レイってホラーゲームがあった。あれはお前らが喜ぶけん嫌だ。写真撮るだけのゲームなんて誰得やけん。お前らがニヤニヤするんは許されない。いや、一応ホラーゲームをこう調べよったら出てくるわけよ。怖いんじゃろって。怖くはない。もっとこう本物の恐怖が欲しいわけよこっちは。わかりますか？戦えたらダメなんですよ。もう銃なんか持っとんなんか持ってのほかな、マジで。もうエイムがあるとかもうありえないから。ひいひい言いながら逃げ惑いたいん。そっち系ですね。しかももう敵は人外という。ゴリラのホラーはダメ。エイムが嫌なだけやろって。せやで。恐怖を体験したい。本物の恐怖とは何ぞや。え、一コアでもええで。
誠に怖いのは人間像って、そういうことですよ。圧倒的戦力差が欲しいわけよ、こっちは。啓蒙を削り取られるような。文章系、文章系もちょっときついっすね。バランスとかは結構別で怖かった。かげろう。リアルでもゲームみたいな環境音。もうこっからはもう俺もあの玉切れやけん、あとはもうあの対戦とかマリオメーカーでお茶を濁してティアキングを待つっていうことになります。申し訳程度の逃げ道を探っていこう。一応でか一日で解いてしまうからすぐ終わるんだろうが、こんなもんって。2週間もあるんか、まだ結構遠いっすね。僕が見てる？いや見てない。サクッと終わりすぎたな、まあ、俺があのちょっと探っとくけん、春のホラーゲームを。それを持ってきたら一日はしのげるじゃろう、おそらく。ちょっとダイブしとくけん、ただやしな。またクソゲーだよ。クソゲーかどうかは見てから決めてもらおうかって。200円で朝で。もう天皇賞春は起きてから考えます。まあ、とりあえずもう今日は俺も疲れた。腹を寝するわ。カエルの鳴き声ゲーム音だと思ってた。それ違うんだな、これが環境音なんだよな。知恵熱も出るわこれ。まあ祝勝会会場で会いましょう。明日の今日か、みんなで勝ってうまい酒飲もうやって。リアルの方がホラーゲーム味がある。ホラーしてカバン、ホラーって言えるように頑張ります。ではお疲れ様でした。チャオです。